さて宇治友さん、はい、今回はカローラでも普通のカローラでは ございませんということで GR カローラ乗ってみたいと思います。今日さ柿崎さんカローラに乗るっていうから、はい、どのカローラだろうと思ったらさ、はい、なんとこれ持ってきたんだね。そうなんです、この GR カローラお借りしてきました。ちなみに GR カローラって2つあって、はい、RZ と社長エディション、うん、ならぬ森蔵エディション、はいはいはい、2つあるんですが、今回は RZ の方乗ってみたいと思います。あれって数量数限定で抽選だったんだよね、うん、普通の RZ はカタログモデルとして普通に売って、うん、森蔵エディションだけ抽選になる予定だったんですけども、うん、まあこのご時世部品供給とかの問題があって、とりあえずはどちらも抽選になってしまって、もうすでに12月の下旬中旬ぐらいだったかなにもう注文は締め切りになっておりまして、じゃあ欲しくても今買えないんだ。そうなんです、まあ、まだ乗ってないけどね。そうなんです。SNS 上では俺落ちた俺落ちたっていう、うん、あの抽選でね落ちた方の叫び声がその時轟いておりました。島下さんも落ちたって言ってたよね。そうなんです。そういえばね、そう島下さんも難波さんも落ちたって言ってたかな、ライドナウのお二人も落ちたそうです。なるほどね。欲しくて欲しくてしょうがなかったんですが、こればっかりはしょうがない、うん、ただ RZ に関してはなんか今後部品供給が落ち着いたら、うん、再販っていうんですかね、もうちょっと台数限定じゃない方に持っていきたいというお話はトヨタさんの方でされておりました。なるほど。じゃあその来たる時が来たら、はい、どうしようかなってもうその時考えるんじゃなくて、そうです、今のうちに皆さんにこれ見といてもらうっていう、そのニュースが来た瞬間に注文のボタンをボタンを押すわけじゃないですけどネット行くということで、GR カローラ RZ 乗ってみたいと思います。思います。むっちゃ楽しみで、外装内装は後でお伝えするとして、まあ、乗る前にちょっとタイヤだけ見ときましょうか。そうですね、はい、タイヤ、はい、じゃ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 ん、今日履いてるのは、はい、横浜のアペックス V601 かな、おですね、 23540R18、 23540R18、 なんかこう最近19インチとか20インチとか多いんで、はい、18インチって聞くとなんかほっとしますね。確かに意外と現実的、今では現実的なサイズかもしれない。そう、昔だったらでかいですけど ね、 ね、なんか最近やたら大きいホイール結構ありますからね。そうですよね。でもやっぱりこのねすごい、結構ブレーキのこのディスクの径結構大きいですね。これ入ってますね、すごい大きいの入ってます ね。しかもこの赤い GR って書かれた噛みついてますよ、カリパがねすごいすごいストッピングパワーとフィーリングがどうなのかちょっと気になるところですけど。そうですね。でホイールが BBS さん製で、本当だ、もちろんメイドインジャパンで、そして当たり前ですがフォージット単造で、うん、でサイズ、これホイールのサイズがここに書いてあるんですよね。すぐ何これ、18インチ 8.5J かな、うん、でインセット30って書いてあるのかな、分かりやすい。これはやっぱりね、やっぱり走る上での機能性というか、いろいろこだわっていろいろ選びたい人にとってはいいですよね。響きますね。これ燃えますよ。燃えますね。この全部書いてあるっていうのが燃えますよね。こんなの見たことないわ。ということで早速乗りに行ってみましょう。行きましょう、楽しみ。では乗っていきたいと思います。思います。あ、このシートなんかすっごいやる気だよね。やる気ですよ、やる気ですよ、ね、彫りが深くてすごい体を受け止めてくれてるし、あとねプラポジ、うん、これさ上下だけじゃなくてちゃんと前後のテレスコついてるのよ。もちろんでございます、もちろんでございます。これやっぱりさ日本人でちょっと体格がね小さめだと、そうそうそう、届かなかったりね。そうなんですよね、するんだよね、うん、しかもさこれよく見たらさ、はい、スリーペダルだよ。そりゃそうでございますよ。マニュアルマニュアルしかないんですよね。そうだから、ね、そうだよね。だからこうクラッチ奥まで踏んだ時にシートのスライドはここなんだけど、うんうん、でもステアリングはみたいな時に非常にありがたい、うんうんうん、そうですよ ね。いや本当に見てみて、アルミのほらアルミのペダル、アルミペダルでございますな、ね、ついてるよ。よっしゃ、なんかワクワクしますね。やっぱりワクワクしますね、声ね、ちょっとドキドキするてか初めて乗るからさ。じゃあエンジンかけましょうか。はい、行ってみましょうか、はい、行きます。はい、あ、スタートストップスイッチ GR って書かれてるよ。これここについてますね。ねえ、はい、いいね、ポチ、おお聞いた今の音。メーターはなんかカローラと違いますね。
そういえば本当だ、走りやる気モード、今いろいろ選択できるんですけど、左は今ブースト系になってて、うん、右が四駆のあれですね、トルク配分の、ね、ああ本当だね、真ん中のあの大きい四角は何でしょうね、なんだろうね、走ってみないと分かんないのかな、あそ走んないと分かんないかな、はい、なんかメカメカしようとしますね。そうだね、これ3気筒だよね、3気筒 1.6 リッター3気筒ターボ、まあ、最初は GR ヤリスから乗ったやつですけど、はい、それからスペックが上がっております。なるほど、はい、じゃあ動き出してみましょうか、はい、行ってみましょう、行きます、サイドブレーキサイドブレーキのダンスしかもほらハンドブレーキだよこれ、あえてのこれあえて、ハンドブレーキ、あえてのあえてのハンドブレーキ、これ普通のカローラにないですからね、しかもあそうだよね、わざわざつけたんだ、そうですよ、しかもさこれすごい作りがむちゃくちゃしっかりしてね、ステッチいっぱい入ってますね、このツヤといい、あ本当だ、こうプラスチック、あのプラスチックの素っ気なやつじゃないですもんね、なんかすごい誇らしげだよ、いいですね、いいですね、なるほど、じゃあ行くわよ、はい、行ってみましょう、あ、1って出た、あ、出た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 、これ、わあシフトポジションがすごい、でかい、でかい、こんなにでかいの見たことないかもしれない、本当だね、本当だね、あ、でも低速も結構これトルクちゃんとあれだね、意外にあるね、でもなんか最近の楽ちんマニュアルとはちょっと違いますよね、違うけど、うん、でもすごいなんかつながりがいいから、なるほど、演出としにくそうというか、そうですよね、ではこの間にスペックお伝えしていこうかな、はい、はい、ボディサイズ、全長全幅全高44101850-1480、ホイールベースが2640-1850か、1850あれだね、機械式駐車場で幅が1850までっていうのがあるよね、ありますね、ギリギリいけるかもしれないですね、ギリギリどうだろうね、そうですね、駐車場にもよるかもしれないけど、乗ってるエンジンは G16E GTS 直列3気筒インタークラターボ、排気量は1618リッターのプレミアムガソリンでございます、出力304馬力、304も出てんの、そうですすごいね、でトルク 370Nm で4輪駆動で6速マニュアル、これ IMT です、後で使ってみましょうね、はい、はい、サスペンションは前がストラット後ろがダブルウィッシュボーンと、これちなみに車重はどれぐらいなんですか、車両重量はですね1480キロでございます、1480キロに304馬力、そうです、結構すごいね、これね僕ここまで乗ってきたんですけど、人野さん、はい、お迎えするのにあたって、はい、いやー面白かった、嘘、ちょっとそんな味わってきちゃったのちょっとこれ面白いぞと思ってた、どういうシーン、あ、ちょっとまだ聞かない、やめましょうまず一般道普通に走らして、うん、なんかあ運転しづらいなって感じあります、いや意外と、まあ、マニュアル乗ってた人からすると、うんうん、意外とこのやっぱり低速のトルクも意外と出てて、うんうん、流れとしてはスムーズに決まるので、なるほど、意外と扱いやすいですね、そうですよね、マニュアル車って一言に言っても車によって全然さ違うじゃん、もう個性がすごいですからね、そう個性が、ね、そう半端ない、クラッチをねこうミートさせるペダルの位置も違ってきたりするし、そう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 、ドラポジによってもそれは変わったりするし、そうなんですよね、あとエンジンがやっぱ下のトルクが薄かったりすると、そうね、エンストしちゃうじゃん、ちょっとね最初探りますよねそうだよね、うん、だそういう感じ、気難しさが、うん、感じないね、なるほど、普通に流して意外といけちゃうっていうこの懐の深さ、なるほど、いいじゃない、いやこれ本当早く味わってほしい、これから高速道路乗りますんで、はい、いきなりいきなりいきなり高速乗って1分5ぐらいに高速に乗るっていうね本当だよ、もうちょっと走らせてよいやでもいいな、このちょっと動かす感じとかすごいいいじゃん、ヒール&トゥーもやりやすい、やりやすいですよね、うん、さあ、料金所をくぐって、さあ行きましょう、さあ徐々に加速してます、じわじわ加速、じわじわ加速、さあ、あ、まだ全然回転使い切ってない、行くよ、おおおいいね、結構来るでしょ、いいね自分の気持ちより行き過ぎる感じではなく、うん、ちゃんと音の高まりとともに、うん、こうでも力すっごいみなぎらしてくるね、なんかこうあれじゃないですか、
最近これもターボエンジンなんですけど、うん、ターボ車って最初からトルクドカーンって出すんで、うん、まあある一定のところなんかこう一定速になるじゃないですか、うん、それがなんかこのエンジンってこう何ですか、曲線がこう上にこう高なっていくっていうのが音とともにそうだよね、盛り上がっていく気持ちよさ、そうなんだろう、かといってこうドーンではない、ドーンではないですよね、なんかギュルギュルギュルそう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 でもなんかこうアドレナリンがさ、そうなんかこうじわじわみなぎってしちゃうみたいな、そうなんですよ、そうちょっとやっぱ湧いちゃうねこれ、これね結構湧くんですよ。いやでもこのシフトフィールもさ、うん、今 IMT いわゆるあの自動ブリッピングとかしてないやつですね。あそういや、うん、私は自分でそういろいろ合わせてるけど回転、はい、どうですかフィール、すごいねコキコキ入るね、このコキコキ入る着実にこの自分の入れたいシフトのゲートに入っていく感じ。しかもこれなんかすごいローギアじゃないですか。そうだね、ローギアだね。ローギアだけど6速まであるからさ。そうですよね。6速今80キロ道路ですけど。80キロで2000回転ぐらいだね。はい、ここに来るまで100キロ道路をちょっと試してみたんですけど、うん、6速で2500回転ぐらい回ってた。あ、本当に。そう。だから最近のマニュアル車で行くと。こうなんていうんですか、ローギアな方ですね。6速でも。そうだね、そうだね。でも6速まで刻んでるから、うん、高速巡航の燃費とか良さそうだし、うん、あと意外とその2000回転ぐらいで流しててもエンジンがなんかこう低い回転で無理して流してる感じがしないっていうか。そうですね。他の最近のマニュアル車に比べると、うん、ズボラな運転ができなくてマニュアルに乗ってるっていう感じがすごいする。あ、本当？シフトダウンしたくなっちゃって。あ、そうなんだ、逆にそうなんだ。そうなんですよ、これすごい楽しいなと思って、なんかレーシングカーとかと比べると十分おおらかだと私感じちゃうけどね、まあ、もちろん自動車乗ってるレーシングカーに比べたらあれ行動走れないですからね。あ、そうね、そうね。ヤリスはさ、ヤリスであの軽快さに、そう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 、あの小回りが効くボディサイズに、うん、あの感じっていうのはすごい良かったんだけど、はい、もうカローラになると一クラス上になって、いわゆる C セグメント、そうですよね、でしょ、落ち着いてドライブできる感じもありますよね。そうなんだよね、うん、やっぱタイヤの感覚も前後左右に広く構えてる部分もあるし、うん、あと後席もちゃんとドアがついて乗れるじゃん。森沿いにしても通信だですけどね。あ、そうだよね。そうだ、それはスペックに攻めたい人はあれはね、後日またお伝えします。嘘。そうなんです、実はもう予約押さえてあります。いやめっちゃ楽しみなんだけどでもさ、まあ一般的には、はい、このね、5ドア8バックそうですね、モデルがね、うん、まあ、ベースになってるわけなんだけど、はい、でもこの今路面のギャップ、うん、あ、トトンってやっぱ結構足締まってるね。締まってますよ、ね、結構締まってある、うん、締まってるけど、うん、通常この路面の上をうねりを乗り越えるとか、うん、そういう感覚の場所は想像以上に快適に過ごせるね。やっぱボディが結構この構造用接着剤いっぱいやってるとか、うん、ベースのカローラに比べてボディ補強すごいしてあるんで、あ、やっぱボディ結構ガッチリしてるんだと思うんですよね。あとさ、やっぱカローラといえばさ、はい、スーパー耐久で、はい、GR カローラ走らせてたじゃん、水素の。そうですね。で、あの水素の車の走りで得た知見を、うん、実はこの車にも入れてるっていう話を聞いたことないです。そうなんです、まさにそうなんです。で、あれはサーキットを走る基本的には車で、はい、で耐久レース戦ってるわけじゃん。そうですね。でもちろんその水素で走ってる、次世代燃料で走ってるっていうのもカーボンニュートラルの取り組みとしては大きかったんだけど、はい、でもやっぱりそういうものを安定してしっかり耐久で走り切る車に鍛えるっていう意味では、そうですね、すごい大事な舞台だったんだよね。いや大事な舞台だったんですよね。そうだから単純にカーボンニュートラルだけではなかったっていうことを、うん、この車が出たことで思い知らされた感じで、うん、いやそうですよ。じゃあIMT 早速なんで使ってみましょうか、はい、ちょっと見えづらいんですけど、うん、藤堂さんの右膝の前あたりにあるんです。ん？どこ？あ、あった、一番左に。そうすると、はい、ここに、はい、ポチッとつきましたと。緑のランプがついた。煽らなくても変速できちゃう、うん、はい、ちょっと待って、じゃあまずシフトアップの状態からいこうか。はい、これ6速入ってます。6速入ってます。じゃあここから5に入れます。はい、わかりましたよね。あ、本当だ。そうなんですよ。あ、本当だ。要は、シフトダウンするときに、はい、普通はエンジン回転を一瞬煽ってから入れたりするじゃん、ヒーラーズとかって ね、はい、立ち上がるときに
適度なトラクションを得るために、はい、回転合わせっていうのをやるんだけど、はい、車側は自動的にやってくれるんですよ。そうなんです、自動グリッピングってやつですね。しかもさ、これアクセル煽るより速いね。速い、ほら気持ちいい。もう入れた瞬間にブーンってほら、そうなんです、瞬時に上がるよ。これ人間なしじゃできないね。例えば高速道路で走ってて、うん、ちょっとエンジンブレーキ強めに欲しいなとかっていう時、うん、クラッチ踏んでシフト入れて離すだけなんで、うん、もう何て言うんですか、速度調整がすごいしやすいんですよね。あ、なんかヒール&トゥって技術がないとさ、うん、タイミングが合わないとすっごいギクシャクしちゃうんだけどそうそう、これだったらすごい一定の姿勢をキープしたまま、ほらほら、ロングドライブもこれ結構いけちゃうなと思ったんですよね。そうだね、ストレス少なそうだよね。そうそうそう、まあでも渋滞だけはね、どうしてもしょうがないんだけどね。渋滞はね、あ、でもこれあれじゃん、 ACC ついてるよ。ACC がついてるんですよ。ついてるよね。これ何、どうやるの、これで、ね、スイッチを押すのか、左上のスイッチを、これか、そうです、ああもう押した瞬間に今の速度入った。そうなんです、はい、100キロになりました。で、車間の調整もできますよね。すごいね、こんなにあるんだ、うん、で、あ、これで、あ、操舵支援ついてんじゃん。そうなんですよ、そうだそうだ、いや、本当に操舵支援ついてんの。そうなんです、すごいね。普通ここまでね、そう、マニュアルのスポーツモデルでここまでちょっと考えなかったけど、なかなかね、まあ、最近割とついてる車も多いんですけど、うん、この見た目この武闘派のやる気の車でまさかここまでついてるとはっていうね。じゃあ高速巡航なんかこれいいね。そうなんですよ、だって今アクセル踏んでないわけです。踏んでない、アクセルもブレーキも何も踏んでないわけですよ。ハンドルもだってね、制御、まあ、一応持ってなきゃいけないんだけど、そうですね、でもね、車線の真ん中付近を走るようにコントロールしてくれてるよ。そうなんですよ。カローラも商品改良でいろいろトヨタセーフティーセンスの内容が充実してきてるし、はい、そうですね、なんかそういう意味では最新の運転支援がこういうモデルにも乗ってるのは、そうなんですよ、嬉しいよね。嬉しいですよね。これ衝突被害軽減ブレーキとかそういうのもついてます。ついてるよね、もちろんついてます。ただマニュアルだから本当の止まり際はクラッチ踏まないとエンストしちゃう。まあそうですね、だからやれることっていうのは、まあ、一般的な2ペダルのモデルと比べると、うん、まあ、少ないは少ないんですが減っちゃうとこなんだけどね。減量はされますけどね、うん、この IMT のスイッチオンにしてても、うん、でも基本自分が例えばこうやって走っててさ、走ってますってやってさ、はい、開いてもできるもんね。できるんですよね。いいよね。ね、だからそのドライビングを邪魔するものではないっていうのが、そうなんですよ ね、そっと支えてくれる感じ。そうそうそう。これちなみに走行モードってあるの？いっぱいありますよ。いっぱいあるんだ。スポーツ、ノーマル、エコ、カスタムっていうの？カスタムもありの、こっちには駆動力配分が変えるやつ、CR4 ですね。なるほど。ありますんで、今スポーツにしましたね。え、嘘。あ、僕がスポーツにしてますね。そうだ、本当だ、スポーツになってる。スポーツになってます。スポーツの GR4 のシステムは今ノーマルの60:40、うん、フロント60、リア40。おお、いいね。あー、いいね、あ、いいね。これすっごいね、タイヤがすごい、路面にすごい吸い付いてるみたい。さあ、合流。うー、いいじゃん。すごいね、これすごいよね。すごいね、何がすごいって、このシームレスになんか全てがうまくつながるのがすごいね。すごいよね、リズムがいいっすよね。リズムがいい。あとやっぱね、こうカーブから自分のシフト操作まで体がぶれないね、うん、ああなるほど、ぶれない。カーブでステアリング支えながら体がグラグラしちゃうとさ、うんうん、正確な操作できないじゃん。そうですね。そこはちゃんと決まるのはすごくいい。目線がまず何といってもぶれてないんだよね。ああなるほどなるほど。ステアリングもすごいね、とてもそのベースが実用者的なモデルと思えないぐらい。あ、そうですね、あの結構立ってるしね、これいい感じで程よくスポーティー。 TLGA のプラットフォームってさ、うん、まあ、この間プリウス乗った時もそうだったけど、はい、まあ、あれは新しい、新型の新しい世代の、はい、第2世代だけど、でもやっぱりこのフロア、うん、フロアがシートの座面に対して比較的近くて、そうですね、ね、こう上からペダルを踏み下ろすんじゃなくて、どっちかというとこう奥に踏んでいくようなイメージっていうか、うんうん、
まあ、プリウスまでトラポジがねガローラって足投げ出す感じではないんですけどね、うん、そうなんだよね、うん、でもやっぱりそういうポジションだとこういうスポーツモデルになった時にすごくしっくりくるんだよね、うん、そうですね。いや、まあ人気が出るのもよくわかる。てかみんな乗ったことないのに注文してるわけですよ。そうだよね、すごいよね。いや、すっごい熱意があって買ってるんだと思う、本当に。そうよ ね、 ね、まだね、納車は多分まだ始まってないのかな、うん、いや、これ当たった人は本当に幸運だと思う。いや、本当そうだよ ね、 ね、こういう車のいいところって、うん、家族持ちの人でも買えるんだよね。これ乗れるんですよね。そう、まあうベストは2台持ちとかでさ、1台はミニバンで、まあ、確かにもう1台こういう車だったらいいし。そうですね。でもだからといってさ、 GR ヤリスの3ドアは買うの勇気いるじゃん。いる、勇気いる。いるよね、うん、5ドアハッチバックの、まあ、いわゆるホットハッチ系のモデルは、はい、やっぱり買いやすいよ。購入層がどっと増えますよ、ね、増えるよ ね、 ね。しかも年齢層も幅広くいけるし。そうですね、そうそうそう。でこれ1台で乗るって言っても全然いけちゃうわけじゃん。そうですよ、全然いけまっちゃう、ね、いけまっちゃう。いいね、いいね、この自分がこの狭い車線の中でどうライン取りをしようっていうのをさ、ちゃんと捉えてくるね。いいよ ね、 ね。ちょっと私はすっごいワクワクしてる。ちょっとジャンクション走っただけなのにね。気持ちよくなるよね。気持ちよくなっちゃうね。これワインディングで走ったらやばいね。やばいよ、ね、本当に。いや、このブレーキもすごい、スッと踏んだらスッと自分の狙った速度に落としやすいし。そうっすね。え、あれだけ立派なブレーキだと逆にどうなのかなと思ってたけど、うん、いいね。60-40 から30-70へ、はい、はい、切り替えました。はい、リア寄りですね、トルク。あ、いいですね、はい、あ、GR ヤリスの時もさ、それで結構楽しくなっちゃった気がする。そうなんですよ、トルク配分の違いでこんなに車の動きが変わるのかって思った記憶があるな。まあ一般道で変えて速度で分かるかって言ったらちょっと難しいかもしれないね、やっぱりね。まあそうだね、ワインディングがいいよね、うん、そうですよね。ちなみに今30-70で走ってもらってますけど、トラック。あ、何？トラックってなったよ。50-50、一番速いやつになると。え、これやる気なモードってこと？やる気モードですか。サーキットで速く走っちゃうぞみたいな。おお、いいね、入れてみたいね、サーキットで。サーキット走ってみたいですね。ね、走ってみたいね。まあ確かに硬いは硬いね。そうだね。まあスポーツモードに乗ってる感じはすごくするね。うん。するけど、うん、なんかなんだろう、一昔前のスポーツカー乗ってた人だともっとドシンとかさ、そうそう、なんかこれはないですもんね。内臓が揺すられそうなさ、う、上下動みたいな、そこまではない。で、まあ、昔の車はやっぱりボディ剛性ももうちょっとね、今ほど進んでなかったし、うん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 、その足を引き締めるしか方法がなくて。そうですね。でそれによってそのちょっと高めの車速でコーナリングした時の安定性みたいなところを確保してたんだけど、うん、でも今この世代の GR カローラはもうボディすごいしっかり。いや、そうですね。あの、まあ、剛性高めればそれが全てかっていうとそうじゃないんだけど、うんうん、その足周りとのバランスでちゃんと路面を捉えられるように作り上げてるんだよね。そうですよね。だから足をそこまで固めすぎなくても結構しなやか路線で、うん、あのタイヤが路面を捉えてく方向性に来てるから、なんだろう、普段のうねりとかは全然快適。ザラつきは、まあ、確かに拾うんだよね、うん、拾いますね。タイヤ自体もやっぱりスポーティーな、まあ、比較的ハイブリッグリップなタイヤ履いてるから、うんうん、もう伝わってくるし、はい、逆にそれがスポーツモデル乗ってるっていう実感にもつながってるんだけど。実感にはつながる。何もなかったらつまんないもんね。つまんないもん ね、 ね、人間ってわがままだよね。本当わがままだよね。わがままなんだけど、わがままに応えてくれてる感じがする。するよ ね、 ね。いやー、いいな、いいな。これ買えた人本当幸せだね。これ幸せですよ、本当に、ね、買ってよかったと思うと思う、うんうん、このクラスだと欧州車なんかもありますね。いい車いっぱい出してるじゃん。そう、ありますね。ゴルフの GTI とかさ。そうですね。まだちょっと私ゴルフ8の GTI 乗れてないんだけど。ゴルフ R もありますからね、今ね。そうだよね、まあ、そう、あれこそガチのライバルじゃない。そうなんです。あれ4駆だもんね。624万ぐらいするんですけど、こっちはちなみに525万円でございます。おー、そっか、じゃあ100万くらい違う。そうなんです。そう考えるとすごいね。すごいよ ね、 ね。タイプ R
500万切ってますからね。そうだよ、ね、じゃあ、あ、そうね、そうね、あ、実は昨日乗り比べてきたんです。うっそー、なんで呼んでくんないの。ごめんなさいね、本当に。わあ、いいな、ずるいな、どうでした。いやー、もうね、うん、本当に甲乙つけがたい。うーん、本当にどっちも面白い。そして、自制心がないと持ってられない。あの車面白くなってきちゃって、まあそうだよね、抑えろ抑えろ俺抑えろみたいな。日常こう生きててさ、なかなかそういう瞬間ってないじゃん。ないですね、自分が解き放たれるような。そう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 、まあ、そのスピード出せなくても、そのなんだろう、気持ちが湧く感覚ってさ。そうなんです。スピード出すまでの過程で湧いてきちゃって、うん、だからそこで止めなきゃいけないと思ってるんですよね。毎日の通勤が楽しいと思うもん、これ持ってたら。いや楽しいよね。ちょっともったいなくて乗れないか、乗れない人もいるかもしれないですけど。まあでも車は乗ってなんぼよ、やっぱり。いや乗ってなんぼですよ。ねえ、ひともさん S1 何キロでしたっけ。13万超えたね。いやー、やっぱ乗らないと。いや、そうですよね。ねえ、 GR カローラの鉱石インプレッション、多分世の中に出回ってないんじゃないかなと思いまして。でもね、ご家族いらっしゃる方、鉱石に人を乗せる方、はい、気になってると思いますので、ぜひ参考にしていただければと。まあでも低速で走るときはやっぱりマフラーの音がいい感じで響いてくるね、うん、後ろの席。そうですよね。これ前席にいるより多分後ろのいる方がすごい音してるわけですよね。そう、なんか前より断然音の主張を感じるね。感じますか、やっぱり。感じる。スポーツカー自体に、うん、そのあんまり賛同してない奥さんとかの場合だと、うん、ちょっとあなたうるさいわねってなるかもしれない、ね、いやでもやっぱ体周りゆとりありますね。ありますか。あるある。圧迫感がね少ないね。うん、なるほど。前の座席が相当立派だから、本来であればもっと景色があんまり見えずに閉塞感があるかなって感じするんだけど、このシートがね。そう、あとそのモニターもさ大きいし、やったら張り出してるから。うん、うん、でも意外とこのセンターコンソールを変に高くしてないから、うん、前とつながってる感じもするし。なるほどなるほど。まあ横も守られてる感じするし。でも体周りはゆとりがあるっていう。あ、まあ、シートがしっかりしてる感じがしますよね、鉱石もね。それはすごくする、ね。うん、まあ、小刻みに少し縦揺れは拾うんだけど、うん、はい、でもなんかナンパーとかの減衰でうまく収めつつ、うん、シートもうまくこう受け止めてる感じあるね。なるほど。例えばここにさ水に浮かべた豆腐とかさ、あとなんか水をこう持ってたら少しチャパチャパするぐらいのチャパチャパ、そうそうそう、動きはあると思うよ。そうですね、うん、いいですよ。何年でしょうね、こう懐かしい感じがちょっとするっていうんですか。そうだよね、懐かしいんだけど最新のね先進安全装備も入ってるし、うん、まあでもあれだね、ちょっと路面が荒れてくると少し動きが大きくなるね。こればっかりはしょうがないですよね。まあ、ここちょっとダンプとか走る道だから結構相当荒れてるんだけど、うん、やっぱ上下動たまに感じるね。すごく乗り心地のいい車だと思われたらね、うん、違います。それとはまあやっぱり違いますよね。そうそう、やっぱりね、そういう車はそういう車に任せておけばいいところもあるし。そうですね、やっぱある程度のスポーツ性を尖らせたい部分もあるじゃん、 GR だって考えると。いや、それはそうですよ。そこは差別化だと思うね。結構ギリギリいい線僕狙ってきたんじゃないかなって気がしますね。いや、本当そう。すごいスポーツ性はあるし、うん、だからといってものすごいガチガチですぐ酔っちゃいますみたいな感じは全然ないし。あ、そうだよ ね、 ね、なんだろう、質の高いスポーツっていうのかな、うん、それはちゃんとある気がする。このダイヤル変えてみましたけど、いろいろ変えてみましたが、あ、前後のトルク配分。そうですね、トルク配分、うん、まあ正直一般道じゃなかなか、そうだね、分かりはしないです。それは、うん、あの 嘘言わず、やっぱこれぐらいにゆったり流してアクセルをやんわり踏んでる分だと、うん、基本的にトルク配分も前後左右一定でこう今与えてるような状態になってるし。そうですよね、多分これ、あの体感としてもそうですね。あ、そうですよね、うん、そのなんだろう、安定した姿勢を保ちながら走ってる感じもあるよね。そうですね、うん、はい、僕が楽しませてもらいます。ちょっとずるい。トラックでジャンクション来ます。おー、いいね。うー。
あ、いいね、いいね。いいね。わ、でもカーブのつながりすごく自然。すごくいいですよね。なんか後ろの席も変に体が素早くドーンとこう揺せられるところもないし。なるほど。まあでもちょっと今荒れてるところはドンドンドンってちょっと来てたけど。日本って車好きが減ってきたんじゃないかみたいな風潮がね、なんとなくするんですけど、うん、でもなおこういう車が出る続けている。日本のメーカーってすごいなって思います。なんかいや今改めてそう思うよね。ね、まあ、やっぱカーボンニュートラルの動きが出てきて、まあ、企業として排出していい CO2 の量とかもさ、あんまり出しちゃうとペナルティーを食らっちゃうわけじゃない。そうですよ ね、 ね、だからそのメーカーが発売する車全体で、うん、捉えていかないといけないっていうね、うん、そう。つまり日本のメーカーってエコなメーカーが多いから、そうだよ。だからこういう例えばちょっとガソリン使いますよ。この車だってリッター10キロぐらいですよ多分。昨日乗ってみて10キロぐらいだったんで、うん、あのまあワインディングとかいろいろ走りましたけど、だからそんなガソリン消費量で言ったらすごい少ない車じゃないですけど、やっぱ全体としてエコだからこういう車を出してもOK なんじゃないかなって気がするよね。最後にちょっと加速して締めに行きましょうか。はい、いいですか。どうぞ味わっちゃってください。いや IMT で3速に入れました。はい、行きます。おー、いいね、いいね。なんで私まで楽しくなっちゃった。鉱石に行って焦点してたじゃないですか。あー、そっか。というわけで今回は GR カローラRZ 編でございました。いや最高に楽しかった。森蔵エディションはもうちょっとしたらお借りできますので、その時はまたお伝えしたいと思います。というわけで藤友さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日も楽しかった。どうでしょうか、このやる気のある顔。もうやる気だよね。